恨みっぱなしじゃあな。おら、けじめつけようじゃないか。ここに親孝行の伝説が生まれる。やられたらけじめはつける。親孝発の百発に耐えた男、村山義樹。その後村山が頭になったことで親孝は初めて統率が取れ、スウォードの王が誕生した。聞いた聞いた、昨日でしょ。また大騒ぎしたらしいわよ。そうでやるんだろう。聞こえちゃったかな。おいどん、おいカズ、お前またやったのか。うるさい。だってさ、山王の連中どうしようもねえよな。なあ、こないだの騒ぎっすか。親子の連中と一触即発だろ。あ、来た来た、カニだカニ。カニ、カニ、カルカニ合戦をやります。カニ役やりたい人。お面いらないと思います。エラが張って顔が四角いから大丈夫だと思います。ここにカニ用のトラウマが生まれる。お面をつけずに初めてカニを演じた男、伊集院カブト。誰がカニじゃこれ。